長のクソライダーです。皆さん、10月28日に仮面ライダーブラックさんが Amazon プライムにて公開されましたね。私は原作となった仮面ライダーブラックのファンでもあるので、公開初日に徹夜して全話見ました。内容や世界観が元々のブラックと比べかなり変わっていましたが、映像やアクションが凝っていてとてもいいリブート作品だと思いました。なので、この感動が冷めやらぬうちに、このチャンネルでも仮面ライダーにちなんだゲームをやろう。違う、仮面ライダーブラック対決シャドウムーンをプレイしたいと思います。パッケージにシャドウムーンがいない。どうも、パチモンのカマンガイパーベルトをつかまされた少年です。今回は任天堂ディスクシステム専用ソフト仮面ライダーブラック対決シャドウムーンをプレイしたいと思います。で、プレイを始める前に言っておきたいことがあります。このゲームはゴルゴムが作ったクソゲーです。ゴルゴムの仕業だ。はい、ゲームスタート。まずは一面の攻略ですが、3マップ構成となっており、各マップごとにボスがいて、それらを倒すという感じです。このゲームは横スクロールアクションなんですけど、はい、とんでもなく、ジャンプ力が高いです。ゲーム内 UI と重なるくらい飛んじゃってますやん。仮面ライダーなのでこの、ジャンプ力、は納得なんですけど、一つ問題がありまして、斜めジャンプができません。ゴルゴンの仕業だ。違うだろ。すみません。つまり、ジャンプ中に左右の移動ができない仕様です。なので、某配管工のような滑らかなジャンプアクションはできないと思ってください。ちなみに仮面ライダーブラックのスペックが、走力時速 315km とあるのですけど、このゲームのブラックはというと、君は見たか、愛が真っ赤に燃えるの。遅いですね。とまあこんな感じで、次期創世王候補とあろうものがとんでもない鈍速でして、これで全速力です。というかダッシュという概念がこのゲームにはないので、歩行しかないというのが正しいですかね。この鈍速っぷりが後の悲劇を招くので、楽しみにしていてください。この鈍速に対してゴルゴムの怪人どもはブラックの数倍の速度で襲いかかってきます。なのでほぼ被弾前提のステージ構成と言わざるを得ませんね。ただ某配管工と違って仮面ライダーなので、パンチやキックで応戦できるのが救いですね。でステージに関してギミックというものが希薄で、同じ光景が続くステージが多いと言えます。ロックマンかな？はい、こいつは1-2ステージのボスである氷怪人ですね。相変わらず仮面ライダーより機敏に動き回りますが、慎重に対処すれば OK です。ちなみにボス戦は時間制限が存在して、タイムオーバーとなるとゲームオーバーになります。しかもこの時間制限はただの時間制限ではなく、ボスを倒した時点で残り、タイムが多ければ多いほど体力が回復する仕様です。なので被弾が多くても素早くボスを倒すのが重要となってきます。はい、氷怪人を倒しましたが、ボス戦はこんな感じです。遅い！やる気あんのか。相変わらず鈍速ですね。まあ本編でも敵倒した後ゆっくり歩いてたしいいか。でここから 1-3 ステージなんですけど、このように三神官が襲いかかってきます。ちゃんと狙ってんのかよ。密着するとパンチの判定的に当たらないみたいです。ちょっとコンビニ行ってくる。
なんか邪魔するだけ邪魔してどっか行きました。はい、1の3ステージのボスを倒しました。これで2面に進めると思ったんですが、どうやらこのゲーム各ステージの最後にボスステージが別個で用意されてるみたいです。しかも HP は引き継ぎなんで普通にしんどいです。カメハジ、たまにはめられるのがボス怪人の可愛いところですね。ジャンプしてうんちみたいな攻撃をしてくるだけだったので結構楽に倒せました。さて2面に行きましょう。バトルホッパー、はい、どうやら2面はバイクステージのようです。さすがにバイクなだけあってスピードは出ますが、とまあこのようにちょっとした段差に引っかかっただけでライダーを放り出すポンコツバイクです。ジャンプも十分に加速をつけないと飛んでくれないので、このように平所のちょっとした段差が脅威となります。段差の判定も余裕を持って飛び越えないと吹っ飛ばされるので、ブラックの操作性の悪さもしかりですが、バトルホッパーのバイクとしての性能もなかなかに問題ありです。そして2面のボスの再怪人なんですけど、このように鉄壁の防御力を誇っており、攻撃力も最強クラスなので強いです。ゲームオーバーになると2の1からやり直しです。なのでこの各大ボスステージまでは HP を維持しつつ、2の1から2の3までクリアしないといけないので、かなりの難易度を誇ると思います。ディスクシステムなので各ステージの最初にセーブできるのが救いですね。はい、何度もやり直しましたが再怪人を撃破。ここで私は思いました。操作感が悪いだけでそこまででもなくね、とね。はい、ステージ5なんですが、このステージではいきなりボス戦からスタートして、相手は三神官のビシュム、ダロム、バラオムとの3連戦となります。で、最初の1戦目はビシュムなんですけど、こいつは問題ありません。なのでこいつの相手をしている時にこのゲームの必殺技に関して説明しておきます。まず必殺技は原作同様ジャンプしてからじゃないと出せません。そしてジャンプも一定高度ないと必殺技に派生できず、スマブラのように小ジャンプしてジャンプ攻撃を出すこともできません。なので斜めジャンプのできないこのゲームの使用上、垂直ジャンプである程度高度を稼いだ後に必殺技に派生します。今使っているのはライダーパンチで移動量もあるので重宝します。はい、3連戦最初の相手であるビシュムを倒しました。しかしここからがこのゲームの真骨頂です。はい、今作最強の敵どころか、私が今まで戦ってきた敵のトップ3に入るであろうダロムです。サモンライドのギガスタルなんて比じゃない強さです。え、その理由は、なんじゃこりゃ、不思議なことが起こった。何が起こったのかというと、ダロムが手をかざした瞬間、画面全体が閃光に包まれ、その後ライダーが被弾します。これはもちろんダロムの攻撃なのですが、この攻撃の範囲はこちらです。なんと画面半分が攻撃範囲となっております。出てるぞ。しかも攻撃判定が不可視なので見切ることもできず、そもそも攻撃範囲内にいる状態で出されると回避不能なので、この攻撃はクソの中のクソです。許されざる理不尽要素です。何が問題かって、この攻撃を最大4連続で出してくるのに、被弾後に無敵判定がないから範囲内にいると確定でまた食らいます。しかも攻撃力も高く一発3ゲージも減るので、
4連続で食らうと12ゲージも HP を持ってかれるという鬼畜っぷり。しかもバログ自体が素早いので捉えにくく、攻撃も瞬間移動してから放たれるという完全に運ゲーで、移動速度が遅い斜めジャンプすらできないブラックにとって、悪の組織の台本を無視したクソ理不尽としか言いようがなく、私は動画冒頭でこのゲームはゴルゴムが作ったクソゲーと言いました。ロイヤルストレートフラッシュ、絶対に許さんぞ。ライダーファーッ、全部ヤツの体を突き抜けてしまうぞ。よっ、4連続で直撃。ジアナゴー。この攻撃はありとあらゆる理不尽が詰まっているのですが、個人的に本当にやめてほしかったのがこれです。はい、攻撃を当てダメージを取りましたが、こっちにはないのに相手は被弾後の無敵判定があるので、このように反撃を受けて死にます。で、このままじゃ拉致が開かないので、とある技を使います。それはバイタルチャージといって、自分の HP を犠牲にして次に繰り出す対応した技の攻撃力を上げることができます。そしてもう運ゲーでしかないんですが、またバイタルチャージを使って大ダメージを狙います。フルチャージ。長期戦やってても回避不能パターン引いたら終わりなんで、多分これが一番いい戦い方だと思います。はい、ついにダロムを撃破。しかしまだ最後の敵がいます。それはこのガラオムです。こいつはダロムほどではないんですけど、なんと時を止めて攻撃してきます。もはや無茶苦茶です。で、バラオムの対策なんですけど、ひたすらジャンプしてライダーチョップを連発するくらいでしょうかね。バイタルチャージはこいつの場合動きが早すぎて外す可能性があるんで使いません。そしてついに三神間を突破しました。そしてついにラスボス戦になるんですが、もちろん相手はシャドウムーンです。誰だよ。どうやらこのゲームの発売時期に本編でまだ登場していなかったため、このような色違いブラックのような見た目になったらしいです。で、その強さなんですが、プレイヤーが使うブラックの完全上位互換です。攻撃力、防御力、スピードともに全て上回っています。しかし所詮はプレイヤーのクソザコブラックベースなので、画面全体攻撃や時止め攻撃とかやってこないので正直弱いです。出直してスリア。色違いキングストーンゲット。エンディングなんですが、今までゲームで登場してこなかったロードセクターが唐突に出てきます。やはり段差でこけるバトルホッパーより信頼できるのでしょうか。うん、どうもクソ投稿者です。対決シャドウムーンいかがでしたでしょうか。一応ラスボスのシャドウムーン戦なんですが、実は一度失敗していまして、失敗するとバッドエンドとなり、また三神間戦からやり直しになります。コンティニューできるからといってセーブを忘れていた場合、最悪最初からになりかねない極悪仕様なので、忘れずにセーブをしていてよかったです。で、完走した感想ですが、操作性が悪すぎる上にライダーが弱すぎて悲しくなりました。動画じゃ伝わりにくいんですけど、本当に操作性が良くないです。マリオ感覚で手を出すと爆散します。あと動画内で何度も愚痴ってましたが、本当にダロムが狂っています。本当に今まで戦ってきたゲームのボスと比べ異次元の存在で、サモンライドのギガスタルがまともに思えてくるレベルでした。さて、そろそろ動画は終わりますが、 Amazon プライムにて仮面ライダーブラック3
原作の仮面ライダーブラックそして RX ともに公開中なので、興味のある方はぜひ見てね。それでは今回の動画は、シャドウムーン偽物だったの？